何なんだよ一体。おい、どういうつもりだ。キラのビデオを流してるスタジオはどこだ。閉鎖だ。番組を中止しよう。なんだ。すぐにキラのテープを止めるんだ。ちょっと待ってくださいよ刑事さん。俺辞めちゃうと私たちキラに殺されちゃうんですから。出せ。少なくとも今死ぬことは免れるぞ。キラをスターか何かのように報道してきた結果だ。自業自得だと思わないか。コピーしたテープも全部出すんだ。今さら悪ガキするな。まあ分かったよ。出す出す。だから拳銃振り回すのやめてくれ。あんた目がいっちゃってるよ。至急龍崎を頼む。私です八神さん。やはりあなたが護送車で。そうだ、我慢できなかった。テープはすべて押収した。そっちへ持っていく。体の方は大丈夫なんですか。大丈夫どころか、こんな元気な自分は生まれて初めてだ。局長。八神局長。龍崎、勝手な真似をしてすまなかった。感情的になりすぎたようだ。いいえ、これにキラが送ってきた封筒テープ全部入っている。ありがとうございます。少し休ませてくれ。八神さん、無駄にはしません。龍崎、電話でも言ったが、僕がキラかもしれない。バカな。何を言ってるんだ、ライト。どうしたと言うんだ。バカな。息子がキラであるはずが。大体そんなこと息子が。いいお父さん。ライト。龍崎、私をこの捜査本部から外してくれ。局長。今キラとして疑われ監禁されているのは私の息子。私はここにいる資格はない。監禁するか否か、さっき話していた時も、私は一人市場で息子を監禁させまいとしていた。これで、もし、息子がキラだということにでもなったら、私はどんな行動をとるか。龍崎、私も監禁してくれないか。今は冷静だが、息子への思いでいつ何をするか。そう言い出す可能性があると思い、渡りに準備はさせていますが。恩に切る、龍崎。こんな状況で気の休まるところだとない。今の私にはここが一番落ち着く。どんな結果になろうと、ここから出るときは息子と一緒だ。何？キラーは休んでいただけです。また犯罪者への裁きが始まりました。本当か、マスター。じゃあ息子は。殺人が起きて喜んではならぬが、これで息子の疑いは。これからお前たち二人を死刑台に連れて行く。ある施設の地下に極秘に設けられたその処刑場まで護送する役目を私が買って出た。死刑台？何を言ってるんだ父さん。エルは八神ライトをキラー、天音ミサを第二のキラーと断定し、お前たち二人を抹殺すればキラーによる殺人は止まると断言した。ああ、ここなら何をしても人目につかない。私が勝手に処刑場ではなく、ここへお前たちを連れてきた。ライト、ここでお前を殺し、私も死ぬ。何を言ってるんだ父さん。そんなバカな。子供を殺して自分も死ぬ。死ぬなければ一人で死ねばいいじゃない。それやったらキラと同じじゃない。いや、キラとは違う。私には親としての責任、刑事局長としての責任がある。父さん、ミサの言う通りだ。ここで死んでも真相は何もわからないままだ。だったらまだ逃げた方がいい。遅いライト。どの道お前は処刑される。ならばせめて私の手で。やめろ父さん、僕はキラじゃない。ここで死んだらキラの思うつもだ。わからないのか。ライト、殺人犯同士地獄で会おう。父さん。クオ。よかった。許してくれ二人とも。
お前たちを監禁から解くためにはこうするしかなかった。しかし分かってくれ、お前がキラでないと信じているからこそやったことだ。見ていたか龍崎、言われた通りやったが、私はこの通り生きている。今名刺を。局長、樋口は拳銃を所持、局長が撃たれました。樋口どうぞ。大丈夫だ、すまん龍崎、すぐ追えばまだ捕まえられる。急げ。嫌だ。ああ、樋口のバッグの中にあった。確かに人の名前は書いてあるが、格別変わったノートでは。どうしました、矢上さん。化け物。落ち着いてください。矢上さんは今拳銃を所持していません。そうだった。大丈夫ですか局長。モギ、あれが見えないのか。ミスター矢上。なんだ、犯人の一味か。SE333 便に乗る。チケットは俺が持っている。急げ、18ゲートだ。わかった。俺が俺の言う通りに動けば、二人とも殺しはしない。取引も、お前が納得し安心できるやり方を用意してやる。逆らわぬことだ。娘の命と殺人の音、得体の知れぬものと交換。それが差し迫った時、私はどっちを取るべきなんだ。警察官として、人間として、親として。ノートは本物のようだな。では手を離せ、娘と交換だ。だから死神がついていて、目の取引をして確実に殺せってことじゃ。取引は私がする。そんな取引なら僕が。元はといえば私がノートを渡してしまったんだ。そのことで自ら死ぬことさえ考えていた。ノートを使って犯罪者を殺す。そしてその13日後に私も死ぬ。リューク、頼む。わかりました。また矢神か。殺しておくべきだったか。まさかお前と二度までもノートの取引をすることになるとは。MIHAEL KEEHA、 本名ミハエル・ケール。やばい、なぜ。やった。もう諦めるんだメロ。おとなしく捕まれば殺したりはしない。このノートに名前を書けばお前は死ぬ。そのスイッチを捨てて両手を上げろ。ヤガミ。僕だ。あとはファミリーネームだけだ。すまない。俺は本当にお前を殺す気はなかった。ヤガミ、お前、人を殺したことないだろ。ライト。父さん。よかった。よかった、父さん。ライト。私はまだ死神の目を持っている。あの死神の、リュークの話では、ノートを所有する人間の寿命は見えない。ライト、
お前はキラじゃない。本当に、よかった。すまなかった。結局私は、奴を殺せなかった。父さん！奴の名前を、奴の名前を最後の力で書くんだ！やられっぱなしでいいのか！父さん！